6ホール目はボギーでした。やっとボギー、うん、はい、まあ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 、ね、はい、あの9ホール終わるまでに回復したいと思います。そうですね、はい、次回のラウンドに向けて、はい、はい、続きまして7ホール目パー5でございます。はい、行きましょう、行きましょう。こうやって OK 超えた、うん、まあまあまあ飛んでな、カートから近いすごい、右手の主張が激しすぎますね。激しすぎますよね。自分でも分かりますか、はい、分かります。で体も回ってないの分かりますか、はい、フィニッシュでね全く右足上がってないですからね、うん、体が左腰が全然回れてないっていう。左腰よく回せって言うけどさ、はい、よく分かんないよね。うん、なんか俺はなんか昔から左腰のキレで飛ばすんですよっていうレッスンよく受けてたんだけど、分かんなくて。でも分かんない人、まあ分かる人はいいと思う。分かんない人はね、だからまあ医師とかにも言うけど、左脇腹とか左肩でもいい、うん、でも、ま、回るイメージを持つと結構体を動きやすい。でよく肩が開くとか開いて右行くよっていうのは今はないんで、あれも古いですね。そうそう、ガン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 こう体回していくとか左サイドを動かしておく方が大事だから、だから動きやすい自分のポイントで肩でもいいし脇腹でもいいし背中でもいいし腰でもいい、うん、からなんかそれでやってもらって、で回すっていうよりも引くような動作、後ろに引くような動作で使えると思っていいかなって感じ。だからナミちゃんも積極的に左半身を回す動きをね入れてってもらえれば治ると思いますよ。わかりました、はい、回してみよう。あの回るっていうのもこっち側痛いから回ろうとしたら痛いからこう引くような動き、後ろにこう引っ張るような動き、はい、引きます。290ヤード5番ウッドです、はい、ピン方向、はい、行きましょう。ほらケンプロほら右足上げて、右足上げてハハ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 体を動かすのが嫌がってるでしょ、はい、そうですね本能的に、もう痛いから痛すぎて体を動かしたくないみたいな、はい、手だけで振りたいみたいな、そうなっちゃってますね。まあ痛いとしょうがない部分はありますよね。でもそれを言うこと聞かさなあかんってことですね。そう、難しい。体に鞭打ってもらって、そう、なんか嫌やれって思ってるんですけど嫌がってる、勝手にやってくれないんですよね。解剖が、はい、優秀なのが逆に本能が嫌がってる本能が。じゃあ209ヤードコバウトでいきます。はい、よいしょ、ちょっと良くなった。今体回ったもんね、かかと上がってましたね今。今いいスイング、いつものナミちゃん。ありがとうございます。おかえり。ただいま。今更。おかえり。ただいま。やっとだ。皆さんにも言ってあげて。ただいま。いやー、言ってた。もう終わるで。もう終わりますけど。まだ3ホールあるから。大丈夫。でもさ、こんなさ、ナイスショット一発でよかったね、ナミちゃんね。なるさ、レベルだったっけ。確かに。本当。これは今日何をお届けしてるんでしょうか動画内でちゃんと打てるようになりたい。なんかほんまに調子いいなって思う日ない、うん、多分黒田さん、レゾレクションの黒田さんってやった時パー6個、うん、あの時はすごかった、ね、取ったのが最大ですね、うんうんうん、あ、でも85出した時もあるか、あれもね、あ、そうだね、ガッチリカメラ回ってました。頑張ろう。ヤミちゃん飛びすぎてバンカー入ったんじゃん。え、ありえますね。209すごくない？ゴマウッドどんだけ飛んだの今、そんなことある？怖いっすね、あの調子悪い日のゴルフって当たったらすげえ飛ぶ、ね、だから力んでるから力はめっちゃ入ってるから当たれば飛ぶんだよね。恐ろしい。怖い。見せてもらいましょう。はい。でもなんか土硬そうじゃないですか、うん、今日硬そう。うめえ。うまい。距離はぴったり。うめえ。止まってますのスピンで。あれだけスピン入るってすごくない？すごいですよね、うん、うめえ。前回の加護坂がもうそのバンカーショット全部スピン入ってるんですよね。あ、ちゃんと入ってだからちゃんと上から入ってるんですよ。そうなんですよ、4、50ヤードのバンカーショットが、
女性でなかなかそうやって上から叩ける人いないと思う、うん、嬉しいですね、ありがとうございます。なんでバンカーだけ？バンカーは俺より上手い。やば、ちょっと靴があーちゃんになった。靴があーちゃん靴があーちゃんあーちゃんになっちゃった。やばいです、何事もいろんな人の名称が出てきますね。さくやこちゃんからです。あーちゃんから。もうあ、林入んなきゃね、さくやこちゃん出てこないから。写真出してくださいね。編集。こちらは左の、フックですね。そんなしません。下ってるんで。はい。弱めですね。弱めでもここまでは打ってる。わかりました。ここまで打ってる。7歩ぐらいですね。うまい。惜しい。ナイスライ。確かに、ね。これが籠坂です。グリーンの傾斜がね、難しい。これは。まっすぐです。まっすぐ。うわ。珍しい。珍しいね。はい。はい。また？スリーパット。ダブだ。まただ。パーパットだったのにね。本当ですね。なんか呪われてる？呪われてますかね。ダブに、ね。なんでこんな差が出るんですか？その日によってってこと？はい。だから調子がいい時になんで調子いいかの原因が分かってない。分からないです。そう、調子が悪い時の方が練習するでしょ、人って。はい、練習場とか行って、はい、俺とかプロの間ではやっぱ調子悪い時3球とかで帰るから、ね、練習場行って。ああ。へえ。練習場で悪い時ですか、それとも練習場で悪い時、コースでは悪い時もそうだけど、はい、その時に向きになって練習すると、はい、なんで悪いのかしか考えない。うんうんうん、なんで悪いのかじゃなくて、ゴルフはなんでいいのか、なんで調子がいいのかをちゃんと考えないと、その調子いい時にあ、ここが動いてたから良かったよなとか、はい、フィニッシュこのぐらい収まってたり、はい、腕はこういう形になってるからいいとか、はい、っていう自分が調子いい状態を覚えてることの方が大事。あ、悪い時こうすればいいっていうのはもちろんあるけど、うん、それもいい時が分かってれば、あ、いい時に比べてこれが違うなっていう風に比べた方が逆に前向きになれるし、すぐ直しやすい。調子いい選手の方が試合の時とかでも残って練習する時間は長い。へー、そう、調子いい、なんで調子いいのかを自分で分かりたいっていうか、そう、体に覚えさせたいから。悪い時は悪い動きしかしないから、なんかどんどん悪くなっていくというか。そうですね。そう、イメージがもう分からなくなっちゃいますよね。そう、それで意地になってムカついてとかなっちゃうから、メンタル的にも良くないし。そうですね。だからなんでこう調子がいいときいいのかっていうのをポイントに練習してもらえるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、7ホール目はダボでした。ダボでした。ダボでした。しかもボギーとトリアだから、もうほんまにダボです。うんうんうん、確かに、確かに、すごいすごいすごい。でもあと2ホールなんで、皆さんマネジメントだけ見てここはパーパーでいきましょうか。わかりました、はい、ラスト2ホール頑張る。はい、頑張りましょう。8ホール目パー4です。行きましょう。これはね、左に行っちゃダメです。絶対ダメ左に立って右バンカーでやって、右バンカーでやって、今日の調子だと、はい、右、あ、ちょうどもう向いてちょうどいい。わかりました。逃げた。いやー、これナイスショー。いいドロー。入るんじゃない？超えた超えた超えた。いや、もうナイスショー。いいに当たった。っていうか、はい、復調した。うわー、今今めっちゃいい球。今さら。すげえいい球でしたね、今。まっすぐ向けばよかったね。本当ですね。まあ、あるあるですよね。すごい。でもいい、いい。いいね、左行くより右でいいから。あの木当たってもセカンドに狙えるからね。なんでよかったんだろう。だからさっきの5番ウッドのとこから、はい、体回すイメージとか、はい、体使うイメージがついてきたから。なるほど、うん、手でこうウィアーじゃなくて、そうそうそう、だからこれ後半期待できますよ。おー、頑張ろう西矢よね簡単に言うとざっくりさっきの続きじゃないけど、はい、フィニッシュの姿勢が全く違うのよ。あ、これね、フィニッシュに現れるから、はい、だからプロってカッコつけてフィニッシュ止まってるわけじゃなくて、はい、練習の時からフィニッシュのバランスとか、はい、フィニッシュで重心がどこに乗ってるとか、うんうん、そのさっき言った腕の形がどうとか、はい、っていうのを確認する癖がついてるから、うん、フィニッシュで長く止まるっていう
なるほど。そう、バランスよく立てるとやっぱりショットはいいからね。へえ、うん、かっこつけてるんじゃないんですね。そう、まあ、かっこつけてるのもちょっとある。あるんかい。今フィニッシュめちゃくちゃいい。そうなんや。全然違う。出るんですね。出るんですよ。だから右足上げてちゃんとフィニッシュ取ろうねっていうのが大事。はい、うん、まずは、ね、150ゆうて、うん、ゆうて下りです。はい、左手前に置ければ最高。そうですね。この顔坂は。そうですよね。ティーショットとパター、うん、死ぬほど皆さんティーショットとパターを練習してきてください。そうですね。ここに来るときはそれで優勝できる。優勝できます。154、おゆうです。うまい。はい、うん、課題の距離のアプローチ。はい、はい、狙いました。はい、あざます。今のところやっぱあのラフに行っちゃいましたけど、あの外してもいいところってことですか。全然全然全然あそこでいい。バンカーよりはいい。そう、あれで無理してこの木当たるとか正面の木当たるとか、はい、なんか狙いに行きすぎてダフるとか、うん、よりもあえて低く出す、低く出すっていう球は、はい、いいね。ちょっとまあ左打ったけどちょっと行っちゃった。ちょっと行っちゃったけど左外していけばショートサイドじゃないってことですね。そうそうそう、ピンに対してね。そうそうね。そうすると寄せやすいから、うん、パーは全然取れる。うんうん、パー取ろう。パー取ろう。まだあと50ヤードぐらいありそう。そうなるかな。で早くならないようにね。はい、ゆっくり。わー、これで妹と対決したらやばい。やばい。妹やべえもんな。なんか飛ぶよね。飛びます。もう飛距離が一緒ぐらい。そんな飛ぶの？飛ぶ。すごい。普通の女性の中やったら私も飛ぶ方や。飛ぶ方だね。なのに一緒ですよ。選ぶ番って一緒ですよ。すごいな。左への踏み込み強いもん。左への踏み込み。これで左に踏み込む力が強いから。なあ、やっぱソフトの。そうだね。そうだね。そういうこと。タイミングが取れた。49ヤード。今50だったら普通にある程度。はい。普通に、うん、あれ下くぐっちゃった。パートロー言うたのに。じゃああれ難しくて、はい、逆に遅い。なんで等速だから出た。等速じゃないよ。なるほど。簡単に言うと速い、さっきみたいに速いとトップするの、カツンってなる、はい、でゆっくりだと緩むからダフ。その自分のリズムっていうのは大事。テンポが自分の中で。よし、いけましたね。弱み。打ち方は良かったけどね。はい、距離感。距離感。弱み。弱み。やばいです。弱み。はい。ツーパットでダブル。また逆になんか取りってる感じになってる、はい、そうですね。ダボマネージメントしてます。ダボマネージメント。うまい、うまい、うまい、うまい。チキンがいっぱい出ちゃう。いっぱい出ちゃう。10匹ぐらい出ちゃう。ピンの影通り。え、はい、はい、うわ、右に。右出てるな。惜しい。ダボンもいけへんかった。グリーン難しいよね、やっぱね。そう、今日スリーパット多いもんね。はい、でまたパター教えるときは教えるけど、はい、パターってパチンって打つもんじゃないから、はい、こう導いてあげるもんって言って、こう押してあげる、そう、押してあげなきゃいけないから、それがちょっとパチンって弾きすぎの前の癖がまた出てる。ああ、なるほど。え、上からこう入りすぎ。パターですか。そう、うーん、こう横から入ってほしいのに、ちょっと上から入ると反発で右に行っちゃう。8ホール目はトリでした。トリでした。だからダボ目指すんやったらここはボギー打たなか。そう、そういうことか。はい、よし、頑張ります。はい、なんで。なんで。じゃあラストホールパー4いきましょう。よいしょ。気持ち気持ち。終わりよければ全てよし。イエイ。ここはね、はい、左の方がいいんですよ。で、なんでですか。右は木が邪魔になってセカンド打てない場合がある。なるほど。その木がね、ここ設計しちゃうまいですよね。この木が効いてて手前の、はい、右に打たせるって感じ。じゃなくてこっちから、こっちから対角線で旗を狙う。はい、
すんごい左行かないですかね。行きますね。でもさっきのこの前のホールのドライバーショットなら大丈夫。そっか。最終ホールだから。はい。気持ちよく。気持ちよくまっすぐ思い切り振りましょう。はい。じゃあ黄色の旗狙いで。はい。左行ってもいいから。はい。体を動け。魔法使いみたいになってる。動いてくれ。オッケー。テイクいいじゃん。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 あれでいいんだよ。あれいいんだよ。すごい。いいんだよ。黄色い旗かすめてきましたね。狙い通り。狙ったんよ。ピンデッド。意味が違え。後半いけるかもしれないですね。後半いけるなこれ。後半いけるな。ちょっと良くなってきたもん。はい。やっぱね前半はちょっとウォーミングアップやったんで。後半はねクールダウン。確かに。おお。いいとこっすね。いいじゃないですか。気持ちよく上がりましょう。ね、139番ユーズ。はい。ほたらし、見て。そしたらあれしか出ません。はい。足が後から上がってくる。ぜひ目つししといて。はい。足ね。今止まってる。止まってました。あれが最近はなかったんだけど。はい。雨の日のラウンドの時とか、うん、はい、動画の中でね、はい、っていうのがすごいあのショットが多い時があったのよ、うん、その時のちょっとショットに戻っちゃってる感じだったね、そうですね、今日ね、うん、はい、完全あの110時代に戻りましたね、体完全止めてただ当てるだけみたいな、はい、うまく振り抜けてないよね、うん、なんでだろう、まあでも体がちょっと一番の原因分かってる、そうだね、一番の原因分かってますよね、それでもこう回しきるポイントを自分の中でそう見つけなきゃダメ、というか2日目にキックボクシングに行かないか、それだね。一番それ。でこれはさっき歩く練習したでしょ、はい、左足下がりってどうしてもこう体がさっき筋肉痛じゃないけど、はい、反応して嫌がってこう残ろうとするんだよ、はい、前にが怖いから、うん、だからちょっと前に体出すぐらいの感じ、わかります、前歩いちゃうぐらい気持ち出していく、うん、気持ち出していく、はい、30ヤード3度です。そう、いいね。出した。ダメだ。うまいうまい。あとは距離感だから、はい、打ち方は完璧。ナイス。ナイス。気持ちも出てきました。気持ちも前のめりです。気持ちもだいぶ。で、言うの忘れたんだけど、はい、左足下がりロフトが立つんで、はい、あ、飛ぶんや。そう、飛ぶ。ああ。いつもの距離感よりちょっと手前でいい。それってことにしたか。それ、そうそう。完璧。打ち方良かったよ。おお。当たり方もいいとこある。これ何ダメやろ、次はパーパットです。お、入れよ入れよ入れよ、食らってるけど、いいよ、入れよ入れよ、ちょうどいい、早っ、入るんじゃん、うわー、あー惜しい、ナイスパット、うん、ちょっとね、でもナイスパット、今のパットはいい、ほんまですか、うん、OK、 ポギ、全部飛ぶ平均ダボ54、やばー54、理想のダボ祭り、ダボ祭り完成した、ダボでいきました ね、 ね、なんかパター前こうなんやろ、こうなんてこういう風になってって言われたじゃないですか、はいはいはい、それならへんようにしようって思った結果がああなりました、ね、ああなるほどね、はい、ああなるほどね、だからパターって、はい、こういう風に動くとか、うん、このもうヘッド自体こうまっすぐ動かって、はい、物理的に無理じゃないです、物理的に無理なんですよ、じゃなくてこういう風に動かすんですよ、わかります、こういう風にロフトが立って開いてる、あ、そういうこと、こういう動きなん、こうではなくて、ううこれ自体動かしたら視点を動かさなきゃいけなくなっちゃうから、はい、からこうやって動かなきゃいけなくなっちゃうから、はい、じゃなくてこういう風に動かす、なるほど、こうやって難しいな、またパターの説明しますね、はい、そうですね今度ね、まあ難しいな、イメージ的には肩を横に回転するよりちょっと縦に回転する、あ、そう、ギッタンバッコンみたいな、はいはい、そう、そんな感じの、シーソーシーソーみたいな感じ、肩をね、わかりました、はい、と54で、まあ、大体ダボぐらいの人に参考にしていただけるように、あの悪いとこ悪いとこに打ちましたので皆さん参考にしていただければと思います。なんかね、あのもう8番ぐらいからショットも良くなってるから、うん、はい、そう、だけど次のラウンドするときには良くなると思うんで、皆さんは見れへんところで多分俺がいるとあんまり調子良くない。全然そんなことない、はいはい、じゃあ
こんな感じで私の動画終わりたいと思います。次は西さんです。はい、次は西さんです。また明日。また明日。